ゲリー・バトンとのやっぱりデュエットをここでやらせていただいたってのはすごくやっぱり自分にとっては大きな,なんかこう思い出の一つその時はドラムもいてベースもいてで本来はその PA を使わないっていう中でモニターだけ使わせてくださいっていうことでスピーカーを置かせていただいてステージの中でバランス音を取るっていう風にしたんですけどそのモニターすらもほとんど使わなくていいぐらいそのホールの響きがいいっていうのが。 あってそれに助けられてその僕らはすごく楽に楽しくあの演奏できましたねですから全然そのやってみたらやる前のイメージとはもう全然違ってあのすごく素敵な音であのそれにこう触発されたというかインスピレーションを受けました。充実感と幸せ感が多いっていうコンサートはあの例えばあの生まれて初めてショスタコーヴィチの「一番」を弾いたアンサンブル金沢の皆さんと井上道義さん やらせていただいショスタコビッチとかあとはあのうんどうだろうなやっぱモーツァルトの『27番』をあ,あの南極を弾いてみて南極だと分かった愚か者なんですけれども <laughs> あれもすごく印象に残ってますね。あのまあラプデリンブルーはね結構何度かここで弾かせていただいたこと多いんですけれども、まあ、おそらく今回のこのでもチックコリアさんとのコンサートが僕の中ではまた大きな。 あのメモリーとして残っていくんじゃないかなと思いますね。神様と対峙させられる最高にあったかいく愛される場所であり最高に厳しくなんかこう評価されるあの人間の評価じゃなくて何か音楽に評価されるっていう思いっきり向き合わされる場所ですよね。感動が起こるコンサートっていうのはあの 僕らは発信する方なんですが、受信される方の感性っていうのは発信される発信する方よりももっと大事なんですね。だからあの素晴らしいコンサートだったっていうふうに皆さんが感動されるときは、実はもちろん演奏家は一生懸命やってるんですけど、それよりもそのご自分のその涙を流したりジンと来たりとするされるその感性をあこんなに素晴らしいものを自分が持ってるんだっていうことを実感できる瞬間だと思うんです。 このサントリーホールっていう、うん、もう本当に神がかったその空間にこういらっしゃる皆さんが居続けてくださることが何かこうとても大事なことを皆さんがやってらっしゃるんじゃないかなと思うのでそういう意味で皆さんに感謝を申し上げたいと思います。